ーを変えて一発でしたね。そうですね、まあカラー変えたことはで一発目で釣れたっていうよりはまあまあそこいたのかなって感じですけど、まあいた水深と考えるとまあチャート系入れるよりはこのねザリガニ系のエビ味噌ブラック入れた方がまあどっちかというと良かったかなと。まあ食い方もねあのサイズがちっちゃいのにかなり 4.51 ファット丸飲みで、ね、フックも40フックででかいんですけどしっかり食ってくれた感じなんで、まあルアーは当てたかなっていう、はい。まあ流れ込みもまあね大きいですけど水量はちょっと寂しい感じでしたので、まあ橋があってシェードがあったりちょっと川幅棒岸の角度がついてたりっていうところで、まあ同じように、ちょっとでもちょっとの変化でもいいんで複合しているところとかやっていこうと思います。はい。次のエリアは霞ヶ浦東岸の流入河川。流れ込む水はすでに回復し、鯉やフナ、ボラなど多くの魚が入り込んでいる。折り金は状況を確認しながらバックスライドセッティングのドライブスティックファットで静かにアプローチしていく。その1投目、よっしゃ、でかい、でやったね、でかい、お前お前目測48センチ。気持ちよかったですね。そうですね、一発で見た目は鯉とマブナとボラが 2,30 匹いてちょっとバスの魚影は確認できなかったんですけど、まあ、流れ込みが落ち込んでる、この自然に入れたら多分その下ですね、落ち込んでるちょっと深いところにやっぱり餌回ってたみたいで、もう浮いてきて一発で食い込んで気持ちよかったです。はい、夏らしい。そうですね、バックスライドで、本当に落ちてくる餌のようにエビのように入れた感じで、はい。ドライブスティックなんですけれども、まあはい、いわゆる逆付けセッティングっていうんですか、バックスライドさせるためのセッティング。そうですね、僕はオフセットの 4-0 これでやっていて、まあこういう小場所で奥に入れるような時は当然バックスライドで、で広い場所でちょっとね手前に線でこう誘ってきたい時はこれそのままフック同じで、順付け頭から普通にフックさせてっていう風にその場でちょっと変えられるんで、いつもオフセットでやることが多いです。はい、でドライブスティックファット、逆付けのオフセットで、のセッティング方法ですね。で、まあ、あらかじめ、ね、分かってればいいんですけど、まあ、初めて刺す時にどのぐらいの部分、ワームのどの部分をフックが通ればいいかっていうのを必ずこう当ててみて、検討してるとこう刺しやすい。で僕の場合はこんな感じで刺します。で最初刺す位置ですね、このスリットデコボコのスリットの一番後ろから5ミリぐらい、ここからまず斜めに、でどのぐらい斜めに刺すかっていうとワームの中心ぐらいまで、斜め前方向ですね、中心ぐらいまで刺して、今度はここから、オフセットフックの、ね、クランク部分ここが通ることになるので、このままワームの真下に斜めに刺したとこから真下にこう刺したということで、斜めに通ってる部分がライン
今真下に刺した部分が、オセトフックのクランク部分っていう風に、でこのまま抜いてもらってワームのフックアイ結び目を中に入れます。でまたここでもう一度、今度はワームフックのゲーブ部分ですね、どこ通るか、どこから刺し始めてっていうところを確認して、必ずワームの中心、ここを通るように、するとこう刺さります。で、フックを、出すとき、直角に抜いてしまうとワームフックってゲームの部分が、まあ、曲がってる直角に近いものもあるんですけど、ラウンドタイプだと、この抜き始めですね、最後の抜き始めも少しラウンド気味に寄せてフックを皮位置もしくはこのスリット部分に針先が来るようにセットしてあげると綺麗にフックセットができるという感じで、これで完了です。流れ込みでデカバスをキャッチ、そして次は水門を隔てた支流との合流点を探る。まずは足元から 3.5 インチのドライブビーバーをセットした7グラムのテキサスリグで丁寧に探っていく。次にドライブスティックファット、というわけで今度は橋の下のシェードだだっ広いので普通出しで、普通出しでいきます。リフト&フォールをメインに横方向への動きで広範囲を探っていく。先ほどデカバスを釣った流れ込みのスポットからはおよそ50メートルの距離、タイミング次第という条件付きではあるが、その手前の合流点であればバスをストックしている可能性はある。おっしゃ、にゃ、いいえい、イエス、ナイスアップです。これも見事な40アップであった。さっきはバックスライドで、抜きで、フックセットしたんですけど、今度は順抜き、順付けのフックセッティングで、まあ最初は橋の下、ね、あのシェード広いんでそこを広くダラダラ横に引いてくる感じでやって、その次に、ちょうどこの2つ、ね、川があって合流していて、そのまあ、餌を待ち構えるときに両方の川の餌をこう効率よく待てるような場所をと思って、この合流点、ちょうど
まあ、普通の川だと、背になるような部分ですかね、まあ、コンクリートなんでちょっともうちょっと掘れてると思うんですけど、まあ、そこのちょうど流れが巻くような、両方の水が巻くような部分にこう、対岸からちょっと深いところを通してきたらトーンと当たったんで、まああんな感じの餌食べてる元気なバスが釣れました。はい、横方向の動き、そうですね、アクションさせるのに、ちょっと手前にホップさせて、その後の、スライドボールで、動かして、でボトムについたらまた、ホップさせてゆっくり、まあ、フォローさせるというような動きで、はい、作ってきました。勝負の舞台は北浦へ。北陸地方を北上する台風5号の影響は今のところない。今度は北浦。はい、北浦って言いました。どういった条件なんですか？まあ基本的にはやっぱり水路と、まあ、その河口と、あとも途中その、まあ、太陽も出てきたんで、ちょっとシェードになるようなところがあればやっていきたいなと思います。ここでは三重バスとの接近戦を展開する。 1.3g のネイルシンカーをセットしたドライブカーリーのネコリングでアプローチする。狙い通りにバスはいたのだが、要所を打ちながら下流へと釣り下る。水神川河口付近、この日初めて湖に面する開けた場所。ユーマズメのフィーディングバスに期待である。まずは足際のシャローをチェック。ルアーは 1.3g のネイルシンカーをセットしたドライブカーリーのネコリグ。次に沖まで続く鉄製の食い回り。どうした？出たね。長さはそれほどでもないが、体高のあるコンディションのいいバスである。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。